で14日あさってになりますと高気圧の中心さらに、ね、東の方に離れていきます。で高気圧の後ろ側というのは南からの空気がこう流れ込んでいる領域でして、まあ、湿った空気が西日本特に九州に入り始めるということになります、はい、でこの14日湿った空気が入ってくる中15日になりますと日本海に低気圧進んできます。前線を伴っておりまして雨の範囲が、ね、拡大をするということになります、うん、で低気圧日本海に入るということで、はい、その北側北海道は寒気の方に入るのでね、うん、降るとすれば雪湿った雪の方によるんですけども、うんはい、低気圧の南側はこれ春の気なんでして、うん、広く、ね、降るものとしては雨ということになります、うん、で今も話した通りこっちに暖かい空気こっちに冷たい空気となっている、はいまあ、季節を分ける前線なんですけども、うん、それが、ね、金曜日通過をしていきます、うん、南の方に下がるんですね、はい、で天気の方はだんだんとこう雨降りにくい方に行くんですけども、うん、逆に寒気、うん、入ってきます、はい、気温が、ね、前日までに比べると大きく下がるのがこの金曜日となる見込みでして、はい、もう1週間天気気温ともに周期変化ということになりそうです、うん、はいそうですね、まあ、この前線によって雨が降るタイミング、はい、あとは寒気が、ね、流れ込むタイミングなども気になりますが、はい、気温にも影響がありそうなんですね。そうなんですよ、うんでね、とにかくあっ1回やりましたかごめんなさい、すいません違う気温の前にお天気見た方が良かったと思ってごめんなさい、承知いたしましたすみません、かしこまりました。じゃあ天気アイコンの方でごめんなさい、お天気アイコンお願いいたしますドキッとしますよすいません熱々こちらでございましてま、北日本東日本ですね、天気のアイコンで見ていきますと、はい、また西日本沖縄ですね、うん、こちらは、まあ、九州、四国、中国あさってはもうこれね、午後早ければ午後には雨の降り出すところが出てきます。で木曜日をピークに広く天気が崩れる見込みでして、うんまあ、前線が通過していった後の金曜日は、西日本雨は降りにくくなるものの、はい、前線が南下してくることで今度沖縄は木、うん、金と雨が降りやすくなります、はい、で週末は再び高気圧圏内で晴れるといった流れでして、うんまあ、本当に、ねこの春らしいって言った方がいいかもしれないですね。天気は周期変化となりそうです、はい、届く日の、ね、日差しを有効にお使いいただければと思います、はい、そしてすみませんでした、はい、気温の方で改めて気温をお願いいたします、はい、承知いたしました、ではですね気温予想、はい、これはねもう本当にね春の気温、出てきます、うん、目先高いのが明日明後日しあさって13日火曜日から15日木曜日でして